こんにちは。今日はスターバックスの商品を買ってきました。新商品のフラペチーノとフードをいろいろ食べます。スターバックスのリクエストをくれた皆様ありがとうございます。それではいただきます。まずはじめにレモンヨーグルト発酵フラペチーノを飲みます。綺麗な黄色でとっても爽やかな感じです。この商品はホイップ増量は無料でできるんですけど、ソースとかの増量はできないみたいです。では恒例のホイップから。美味しい。このレモンソースね、もっと甘酸っぱいものだと勝手に思ってたんですけど、レモンの酸味はとっても柔らかく優しい感じで、でも濃厚でリッチな味わいですね。もうね、この上のホイップとソースだけで一つのケーキを食べてるような、そんな満足感があります。美味しい。そしてストローは太めです。まずは混ぜないで飲んでみます。何これ、美味しい。最初口に含んだ時、爽やかな風味が一気に口の中に広がって、それと同時にサブレとかフリーズドライされたナチュラルチーズのサクサクとした食感も感じられるし、後からレモンの爽やかさも感じられるんだけど、やっぱり優しい感じの印象ですね。甘さはね、今までのフラペチーノに比べたらだいぶスッキリしてると思います。レモンももちろんそうなんですけど、ヨーグルトの酸味がとっても爽やかです。それでね、噛んでくとサクサクとしたサブレやフリーズドライされたナチュラルチーズがしっかりとチーズの味するんですよ。うわー、何これ、すごく美味しい。飲んだ瞬間の美味しさ、噛んでる時の美味しさ、飲み終わった後の余韻の美味しさ、3段階楽しめますね。甘酒の風味はね、今のところそんなに感じないですね。甘酒が入ってるって分かってるから、あ、この風味がそうなのかなって思うんですけど、言われなかったらね、分からないかもしれないですね。感じたとしてもほんのりです。それでは混ぜてみます。とってもすっきりで爽やかな味わいなんですけど、まろやかさだったりコクだったりも感じるので、いろんな方に愛されるような味してますね。本当にこのフラペチーノ楽しい。飲んだ瞬間ヨーグルトなんだけど、噛んでるとチーズケーキの味に変わって、プラスそこにレモンの爽やかさだったり甘酒のほんのりとした甘さが加わるって感じですかね。このほんのりとした甘さが甘酒なのかっていうのはちょっと判断しかねるんですけど、とっても美味しいです。うわー、これ美味しい。また買おう。次は宇治抹茶のシフォンケーキを食べます。緑が濃くてね、とっても美味しそうです。ではいただきます。美味しい。やっぱりスターバックスのシフォンケーキは生地が美味しいですね。キメが細かいわけではないんですけど、しっとりもっちりしてます。それでね、生地の抹茶の風味は程よくって感じですかね。そんなに抹茶の苦味とかは感じないですね。上の抹茶ソースはしっかり抹茶ですね。大好きな抹茶の苦味も感じるし、とっても美味しいです。あ、だからね、上の抹茶ソースと一緒に全体を食べるとちょうどいいですね。ホイップと抹茶の生地だけだと、やっぱりこれはこれで美味しいんですけど、抹茶ソースがかかってた方が私は好きですね。程よく効いた抹茶の苦味と鼻から抜ける香りがたまらないですね。ケーキだからもちろん甘いんですけど、チョコレートケーキのような舌にまとわりつくような甘さはないし、軽い食感なのでパクパク食べれます。美味しい。次はマンゴー&ヨーグルトタルトを食べます。わかりますかね、細く可愛くカットされてます。それではいただきます。美味しすぎる。とにかくマンゴーの味が濃いです。そしてヨーグルトムースがとってもとっても爽やかです。ちょっとヨーグルトムースだけ食べます。無糖のヨーグルトを食べてるような、かなり甘さは控えめになってますね。でね、食感は口に入れた瞬間はモシュってなるんですけど、その後スワーって溶けていく感じですね。
口の中が幸せで溢れてる。生地はね、香ばしい感じはするんですけど、しっとりタイプですかね。サクサクっとした食感はないですね。だけどね、ほろほろと崩れていく感じはします。マンゴーがジューシーでとっても贅沢な気分です。細く可愛くなんて言ってごめんなさい。すごく満足感があるケーキでした。ほんと全てが最高です。このケーキぜひ食べてください。次はサラダラップ生ハム&モッツァレラを食べます。具材はこんな感じで入ってます。この上の部分と下の部分で入ってるものが違うみたいです。ではいただきます。美味しい。まずね、このトルティーヤの生地が美味しいですね。歯切れが良くって、しっかりとハーブの香りしますね。そして一口目、アボカドのまろやかで滑らかな感じと生ハムの塩気が最高です。レタスはね、しっとりとした感じなんですけど、人参のザクザク感とかパプリカもあっていいですね。ラタトゥイユのトマトの感じもいいですね。そこまで酸味は強くないです。うわ、一気にバジル。今下の段をかじったんですね。雑穀の食感とバジルで一気に風味が変わりましたね。ココアラタトゥイユの味、甘さもあってね、とっても食べやすいですね。日本で2種類の味を楽しめるってとっても得した気分。しかもどっちの味も美味しいです。最後ね、ほとんど具材がなくてトルティーヤの生地だけになってしまうんですけど、もはやこのトルティーヤが美味しいから最高です。次はピーチプリン with ラズベリーソースを食べます。容器はね、こんな感じで桃で可愛いです。中を開けるとこんな感じです。これね、中にラズベリーソースが入ってるんですけど、まずはそのまま食べてみます。何これ美味しい。プリン自体はとってとても滑らかです。下の圧やね、温度でね、溶けていってしまうぐらい本当に滑らかです。そしてね、全然想像してるプリンの味と違いました。ピーチ風味なんだろうなって思ってたんですけど、桃の味がすごく強いです。桃をそのままかじりついたようなフレッシュな感じがしますね。今度はソースと一緒に食べます。ちょっと見えないかもしれないんですけど、ラズベリーソースが入ってます。甘酸っぱいですね。ラズベリーソースは果肉入りで、種のプチプチとした食感がいいですね。このとろけるプリンとジューシーで甘酸っぱいソース、何個でも食べれそうです。この大きさでこの値段ってちょっと高いなと思うんですけど、とっても美味しかったです。最後、コーヒー&エスプレッソケーキ、ほうじ茶大納言を食べます。これね、実は食べる予定ではなかったのでボード用意してないんですけど、お店行った時に初めてあるって知って美味しそうなので買ってきました。ほうじ茶のパウンド生地に大納言小豆、上のクランブもほうじ茶風味でホワイトコーティングがしてあります。まずは生地だけ食べてみます。おいしい。最初はね、フォーク入れる時もそうなんですけど、ホロホロって崩れていく生地なんですね。だからね、一瞬水分を奪われる感覚になるんですけど、噛んでいくごとにしっかりまとまってきます。ホロホロしてるんだけどしっとりしてるんですよね。小豆はしっかりとした食感はあるんですけど、ほっくりしてます。それでね、しっかりとほうじ茶の風味を感じます。甘さはあるけど、生地と一緒に食べるとちょうどいいバランスですね。このほうじ茶が鼻から抜ける香りがたまらないですね。今度は上の部分と一緒に食べてみます。おいしい。上のクランブルはザクザク食感です。ほうじ茶好きの皆様、このスタバのケーキはしっかりほうじ茶の風味楽しめます。このケーキってほんと癖になるんですよね。最初パサついてるのかなって思いきやしっとりするんですよね。なんとも不思議な食感でも美味しい。
フードが美味しすぎてフラペチーノ飲むの忘れてました。さっぱりしてるのにまろやかさもあって、なおかつ優しい甘さなのでごくごく飲めました。美味しい、ごちそうさまでした。スターバックスの新商品全部美味しかったです。フラペチーノは本当にぜひ一度は試してほしいんですけど、このマンゴー&ヨーグルトタルト、これね一口目驚きますよ。本当に美味しかったです。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメントぜひよろしくお願いします。さいな。山形鶏中華和風だしの中華そば、出来上がりはこんな感じです。かつおだしがしっかり効いて甘みもありますね。まさにそばつゆのような感じです。なんだろう、緑のたぬきを彷彿させるようなそんな感じですね。この甘さがね後引いて美味しいです。麺はねツルツルと滑らかな感じです。しっかりコシも感じられます。この揚げ玉が入ってるのもいいですね。